told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. みなさん、こんにちは。アウトドア北海道へようこそ。今回は日本百名山の一つ、羅臼岳へ登ってきました。2022年、7月の羅臼岳の状況をお楽しみください。まずは羅臼岳、登山口まで移動します。斜里町市街地からウトロを経由して、岩尾別温泉へ向かいます。この日は天気が良かったのですが、羅臼岳山頂付近には雲がかかっています。おそらく山頂付近は雨が降っていると思います。残念ながら山頂からの景色は望めません。ご理解の上、以上の動画をお楽しみください。今回は斜里町側から入山し、羅臼岳山頂までのピストンとしました。途中、あらゆる動物と遭遇していますので、楽しみにしていてください。準備します。まずはお気に入りトレランシューズ、アルトラローンピーク7を履きます。ゲーターはモンベルです。登山口へはホテル地の果ての脇を通ります。登山口の付近には木の下小屋という山小屋とトイレが設けられています。木の下小屋に1泊2500円で泊まることもできます。登山情報掲示板を確認します。ヒグマは頻繁に目撃されているようです。鈴やクマスプレーは忘れずに。携帯トイレブースについても記載されています。この時期だと大沢に雪渓が残っています。雪上歩行に慣れていない人は敬愛禅が必要です。登山スタート。登山口すぐそばに羅臼岳の神社があります。例年神主さんを呼んで山開きはここで行われます。少し歩くとオホーツク展望に到着です。木が生い茂っているので眺めはいまいち。本日の山のお兄さんです。しょうもない動画を作ろうと必死です。大きなアリがたくさんいます。このアリを食べにクマが来ます。アリがいるところはクマが出没しやすいと言って間違いではないでしょう。八十吉水へ到着です。ここでは沢水が流れていますが、北海道にはエキノコックスがいます。直接飲むのはエキノコックスに感染するリスクがあるので、煮沸やろかしたりしましょう。冷たくて気持ちよさそうです。この後あの動物に遭遇します。エゾシカです。小鹿ですが、ね、人間慣れしているため全然逃げません。極楽平に到着です。名前の通り平らな地形です。頂上まで残り 4km、 まだまだ先は長いです。
この後びっくりシーンがあります。めっちゃ近い、そして逃げない。こんな近くで鹿に出くわすことはめったにありません。ゆっくり観察してみようと思います。広角レンズなので遠くに見えますが、実際は手を伸ばせば届きそうなくらい近いです。小鹿です。最近の親はしつけがなっていません。銀嶺水に到着です。頂上まで 2.5km。 ここで少し水を汲もうと思います。沢の奥に入り、水を汲みやすいところへ移動します。ここが水を汲みやすいでしょう。5秒間水に手をつけていたら、しびれるくらい冷たいです。テント場です。ここに携帯トイレブースがあります。室内には使用方法が書かれています。裏手は男性用です。大沢に到着です。やはり設計が残っています。融雪水で体を冷やします。天気が良かったのでドローンを飛ばします。設計歩きはこんな感じ。軽アイゼンは履いていません。もう少しするとスノーブリッジが崩壊することがあるので気をつけてください。キツネも大沢を走り回っています。大沢を抜けると、硫黄山との分岐があります。羅臼平に到着しました。ここでテント泊する方が多いです。残り 1.2km。 本来であればここから羅臼岳がドーンと見えます。残念。それでも山頂を目指し進みます。フードロッカーです。熊から食料を守ります。開き方は熊では開けないようになっています。羅臼温泉コースとの分岐です。道間違いには気をつけましょう。再び山頂を目指して歩きます。山頂まではおよそ1時間。綺麗な花が咲いています。岩清水に到着です。ここの水は直接飲んでも大丈夫そうです。ただ水量が少ないのでコップ一杯の水が溜まるのに時間がかかります。この辺りまで来ると雨が降ってきました。それでも山のお兄さんはレインウェアを着ません。暑い石で景色の悪い山頂を目指します。上に見えているのが山頂です。最後は辛いですが、もう一踏ん張り。雨が降っていると岩が滑ります。もう少し
越しで山頂に到着です。山頂の標識が見えてきました。最高に悪い景色です。ただ雲の中、すぐ下山します。下山後は温泉へ。ここは無料では入れます。虫とかが気にならない人であれば。3段になっていますが、上から順にぬるくなっていきます。3段目は一番暑いですが比較的綺麗です。2段目は適温でしたが少し狭い。一番下の1段目はぬるいです。そして浮遊物が結構浮いています。今回は一番綺麗な上にしました。慣れたら悪くないぞ。最高や。以上で動画を終了します。ご視聴ありがとうございました。